横に出した。カエルマン空いている。田中総一ふわっとしたボール、長畑の後ろシュート、ゴラッソ。これは見事でした。カエルマン鹿児島勝ち越し。カヤルマ見事なシュートでした。このパスのつなぎ、長畑が絡んで茅沼から一旦逆サイドへ、そしてここよく見ていました田中総一から、最後茅沼が後ろで構えていました。今日ハーフタイムから入った茅沼の今季3得点目。鹿児島が2対1勝ち。